まあ、大きな話題をいくつも作ってきました北青鵬です。負けるわけにいかない霧馬山、もろ手を出していきました。入った霧馬山、右四つの体勢です。あ、肩越し上手届きました。ここはすぐ切りました。出し投げ崩す、こうして動きながら攻めたい霧馬山です。しかし右の下手一本ですが、ここは北青鵬をしのいでいます。半身、霧馬山下手を切りに行きました。しかし切れない、頭をつけて、もう長い相撲は北青鵬も得意です。ただ霧馬山下手を引いて頭をつけて、体勢はまだ霧馬山です。これ頭つけてる方が結構疲れるんですよね。そうですか、はい、終始頭をつけているのは霧馬山。外掛けに行った、足を崩しに行った、ここはしのいだ。北青鵬しのぎました。さあ霧馬山どうするか、右下手を引いています。ひねりながら左からの投げもありますが、しかし片手で残せるのも北青鵬。北青鵬右は下手です。まあ、命綱と言ってもいい右の下手。外掛け、霧馬山です。11勝目。もうこれで大関は確実と言ってもいいと思いますが、長い相撲でしたが霧馬山外掛けで決めました。今場所11回目の勝ち名乗り。まあ、終始今日は北青鵬防戦でした。しのぐのが精一杯でした。まあ、北青鵬も、まあ、粘ってしのいで頑張りはしましたが、やはり霧馬山でした。そうなんです。1回目あの外掛け、はい、霧馬山1回やって失敗しましたね、はい、あれで、いけるというようなそういう雰囲気を与えましたね北青鵬。そうですか、はい、失敗しても霧馬山は崩せるという。そうですね、多分自信持ったと思いますよ。そうなんですか、はい。でだんだんこう北青鵬も状態上がってきているし、うん、まあ、スタミナもね、なくなってきましたね。そうですか、うん、まあ、頭をつけている方もしんどいという話がありましたが、これ霧馬山も体勢としては、まあ、形はいいんですが、それでも長くなると厳しくなってくるわけですね。そうです、うん、ね、ここはもうしのぐのが精一杯で、北青鵬も出ようとしましたが、まあ、北青鵬も、ね、場所前あまり稽古してないから稽古もすぐですからね。そうですか、これ外掛け、はい、そうです。ここあの残されましたが、それでもあいけるかなっていうのが。そうです。 あとはこのタイミングかかってね、はいはい、まあ、ければ前に出たら出し投げもありますし、いろんな技ありますからね。そうですよね。北青鵬がよくこうしのぐときに右手一本上手であったり下手であって、こういう体勢左を何も使ってない時もあるんですが、だから霧馬山出てこないからね、はい、だから北青鵬何もできないんですよね。そうですか、はい、いや、それでも、まあ、少々時間はかかりましたが、さすがに、大関に上がっていこうという関脇霧馬山11勝2敗、先場所に続いての連覇にもまだ夢をつないでいます。明日はいよいよ照ノ富士戦です。土俵の下でその霧馬山の相撲をじっと見ていました。まあ、部屋の間しかね、はい、閣僚が場所が断破しかありますから。あ、そうですよね。まあ、一つこう、まあ、大関どころじゃなくて、うん、優勝して決めたいですよね。そういうなんていうのかな、こうお弱い気持ちじゃないけど、そういう恩返ししたいっていうのですね。稽古つけてもらってますからね、うん、新大関として鶴竜関の断髪式に臨むのは、まあ、可能性はかなり高くなりましたが、もう一つそう大きな連続優勝という可能性もあります。